少しだけ待ってください。ごめんなさい、お待たせしました。リン君、どうぞ。午前中だけですよ。午後から雨だそうですから。しかも梅雨入りだそうです。備えあれば憂いなしって言いますから、折りたたみですし、持っていってください。それでは行きましょう。勘弁してほしいね、天気予報も。普段全く当たらないかと思えば、こういう時に限ってよく当たる。当たらないのか当たるのか、はっきりしてほしいよ。朝のあの天気で、一体どれだけの人が傘を持ってきているのやら。いいね、リンは。楓ちゃんが何でも面倒を見てくれるし。美少女の傘以外に俺様が入るわけないだろう。チアちゃんとリンちゃんが持ってればね。リン、一緒に帰らなかったのかい？いいかい、リン。アイアイ傘といえば、ベタとはいえ、間違いなく男が一生に一度は憧れるシチュエーションだ。傘を忘れた美少女に差し出される優しい言葉。うちまで送ろうか？え、いいんですか？もちろん。そして始まるアイアイ傘。世界で最も狭くて幸せな個室、専用空間。自然と高まる異性への思い。もうついちゃいましたね。そうだね。あのもしよかったら俺にお茶でも。なぜ手を差し伸べない。それは無理だね。ま、本来ならフラグ立て最重要イベントでも、リンは関係なしで、いつでもどこでも好きにしてくださいモードだからね。余裕のある男は違うな。くれよ。ということは、楓ちゃんも傘持ってきてるってことだね。ごめん楓ちゃん、俺様傘忘れちゃってさ。よかったら一緒に帰ってくれないかな。ひょっとして、もう先約？いえ、そういうことでは。
楓、傘忘れてきたんだって。その、リン君に渡すことばかり考えてたら自分の分をすっかり忘れていて。横入りは卑怯。はいはい、馬に蹴られたくはないでしょ。邪魔しない。仕方ないな、私は傘持ってきてるから。緑葉くんさえ良ければ送ってあげるけど。真由美か。まあ確かに顔で評価するなら全く文句ないんだけどね。その言葉に関しては素直に喜ばせてもらうわ。ただし、変なことしたら分かってるわよね。安心していいよ、顔以外に関してはまだ審議の状態だから。それじゃあ私はこれ廃品回収に出していくから。お疲れ様。なんだかんだ言いながら、まゆみちゃんといつきくん仲いいですもんね。いえ、今日は特に何もですから、明日の朝まででも待っていられますので、ゆっくりどうぞ。